はい、こちら、Amazon で安いやつ。はい、こちらも Amazon の安いやつ。この2つを使って交換していきたいと思います。これを外して、で、こう引っ張りながら、それすぐ簡単に外れますので。もう一回やりますね。こうですね。開きました。はい、そして六角レンチで、この部分に、刺していただいて、回していただくと簡単にブレーキシューが取れます。はい、取れましたね。相当やばいね。溝がもうほとんどない状態なので、もうこれ結構やばい状態ですね。皆さんはもっと早めに交換してください。これ新しいやつ。つけていきます。で、軽く止めた状態で、軽く止めた状態で、タイヤに合わせていきます。で、大体決まったら、六角レンチで、締めていきます。まあ、大体こんなもんですね。はい、次反対側いきます。同じように取っていきます。はい、こっち側も相当やばいですね。これ新しいやつ。綺麗。で、つけていきます。バイクが来ます。はい、大体こんなもんですね。はい、いい感じですね。タイヤの部分に接触しないように、うまいことやってください。で、戻します。硬い。はい、これで終了ではないです。さっきのすり減った状態で調節してたので、タイヤとブレーキシューの幅がすごい狭くなってしまっています。なので、それを調整したいと思います。ここですね。ここを六角レンチで回していきます。左側に、金具をずらしていきます。で、もう一度止めると、このように、いい感じに隙間ができて、タイヤと擦れることが、なくなりました。はい、次前やっていきます。前開きます。はい、さっきと同じ。ここを回していきます。取ります。取れました。前は後ろほどではないですね。ただ、これもまあまあやばい。同じ、さっきの同じやつ。で、これね、どっちが、なんか左右あるらしいんですけど、僕は分かんないので、適当です。あるらしいっていうのは知ってるんですけど、でもそれ、これ合ってなくても別にほとんど影響ないので大丈夫です。大体位置を確認してから、締めていきます。はい、OK ですね。
はい、こっち側も外していきます。はい、はい、新しいやつつけていきます。はい、つけました。この棒ね、なんか変な棒あるんですけど、これをね、これこっち側にカチッとこうつけないとバネの感じにならないんで、これ外れちゃってる状態ダメですね。こう戻んないんで、これちゃんとここに引っ掛けておいてください。そうするとこうやって戻るんで、はい、つけます、つけます。はい、さっきと同じように前のすり減った状態で調整してたので、タイヤとの隙間がなくなってしまって危ない状態です。なのでまた調節します。ここを緩めて、はい、左側にちょっとずらします。はい、でまたこれを戻します。でつけます。はい、はい、そうするとさっきよりは、幅が広くなって、ゆとりが取れました。これで走っててもブレーキシューとタイヤが擦れることはなくなりました。はい、ね、さっきより動く、いいよ。